はい、どうも雨風でございます。一気に寒くなってもう長袖の時期になったので、やっとね動画でこのウニコの服着ることができました。これからねこの動画衣装で撮影していけたらいいなと思っております。で、今日は食器新しく買ったものの紹介なんですけども、何を買ったかというとブルールスカを買いました。ついにねブルールスカ買っちゃいました。というわけで開けていきたいと思います。こんな箱なんですよ。うおね、へっこんだりしてるけど、どこから開けるんだこれは。裏側か。これか、ここやな。なんか封筒みたいな感じになってるな。お、あ、ここだ。めんどくせー。もう。というわけで、よいしょ。大きい箱が1個とちっちゃい箱が1つ入ってます。さて何個買ったんでしょうね。アメカズは大きい箱から開けていきたいと思います。ついにねブルールスカ買ってしまいましたよ。まあでも今回は傷物なんですよね。の試しに使ってみたいっていうので、たまたま買えるタイミングがあったので、買ってみたって感じですね。ブルールスカ買ってみたって感じです。おお、こんな感じ。プチプチ取ると、おー、じゃじゃーん、ブルールスカです。色の輝きはこんな感じですね。裏面もこんな感じ。アラビアロゴがねちょっとだけ残ってます。写真とか動画で見るとブルールスカ結構ブルーグリーンな感じではあるんですけども、実際見るとかなりブルーですね。グリーンっぽい個体もあるんですけども、まあかなり写真とか動画で見るよりかはかなりブルーなのかなと思います。まずは25センチのプレート、そしてじゃじゃーん、20センチのプレートも買いました。傷はあるんですけども、家で使う分には全く気にならないかなと思ってます。アラビアロゴもしっかり残ってます。結構マットでつるっとした感じですね。この2つ比較してみるとちょっとこっちの方が色は薄くなってますね。こっちはしっかり濃くブルーが入ってます。というのが大きい箱でございます。ではちっちゃい箱には何が入っているのか。じゃーん、ソーサーですね。ちっちゃいソーサーです。なのでもう片割れはデデデーン、ブルールスカのデミタスカップでございます。見てこれ、真っ黒なタイプの個体。ブルールスカって綺麗なブルーのやつとなんか濃くなっちゃったやつがあるんですよ。濃くなっちゃったやつはブルールスカっぽくなくて人気はないんですけども、こっちいっぱい持っててもう買い飽きたって人にはなんか逆にいいかもしれないですね。すごく真っ黒ですよね。周りが真っ黒になってて中がちゃんとブルールスカの色になってる。で、裏もブルールスカの色になってます。アラビアロゴもしっかり入ってて綺麗ですね。こっちもしっかりロゴが残ってます。中のブルーとコントラストが出てちょっと面白い感じではありますよね。カップに関しては黒でも面白いのかなと思いますね。デミカップなのであまり使い道はないです。何に使えるか全く分かんないんですけども、プレートはしっかりブルーなんで
カップはちょっと黒いのも買ってみようかなって感じで黒にしてみたんですね。いいですね、ブルールスカ。今回はブルールスカ買ってみましたということで、このブルールスカ買ったことでルスカのベージュ回すですね、ルスカのテストカラーは今確認されてるものは一応全て揃っちゃったんですね、このブルールスカで。なのでちょっと手元を取って色の比較なんかもねしてみたいと思います。もし購入検討されてる方はよければ参考にしてみてください。はい、ではこのブルールスカの色味どんな感じかちょっと近くで見ていきましょう。というわけでこちらが今回購入しましたブルールスカでございます。傷が結構あるのでちょっとね光に反射すると目立つ部分はあるんですけども、色合いとしてはこのような感じ、ムラ感のある青が広がってて、立ち上がりの部分がちょっと濃い青、しっかり濃く入っていて、またまだらなブルーの綺麗な釉薬がかかっているという感じです。裏面はこんな感じですね、アラビアロゴがしっかり残ってます。こういう部分にもちょっとした釉薬のムラが入っていて面白いですね。こっちが25センチの大きい方のプレート、こっちが20センチのケーキ皿用のブルールスカですね。大きい方と比較するとやっぱりこっちは薄くてこっちは濃い感じになっているのがわかると思います。表面は他のルスカと一緒ですごくマットな感じになっててつるんとしてます。ブルーグリーンに見えるんですけども実際はもうブルーです。惚れ惚れしますね、この手元に置くと。ルスカなので多少のこう初期のね良くない状態が結構あったりはするんですけども、もう最近僕はそういうのも気にならなくなってきて、全然ねブルールスカなんかむしろ希少なんで傷あっても全然いいかなと思ったりもするので、こんな感じでございます。デミタスカップですね。でこれ黒になってると言ってましたが、どんな感じで黒になってるかっていうと、まあ今見ていただいてる通りなんですけども、アラビアロゴはめっちゃ綺麗に入ってますね。横真っ黒ですね。うん、でこれを内側に向けるとブルールスカーですね。飲み口の内側のところもこう釉薬が内側に入っているところがちょっと黒い斑点になってたりしますね。なんかこういう黒いのもブルールスカーっぽくなくて嫌な感じはするんですけど、一瞬ね実際広い目で見てみるとありかなというか、これはこれで面白いというか綺麗だなと思いますね。ブルールスカと他のルスカの色の違い見てみたいと思います。一番近い色であるのがバルティックシーブルーですよね。こう写真とかで見てる感じだとバルティックシーもねかなりブルールスカっぽく見えたりはするんですけども、実際その場で見てみるとこんなに色違ったんかっていう、ちょっと僕も衝撃を受けました。こちらが僕の持ってるバルティックシーブルー、それから今回買ったブルールスカですね。全然色が違いますね。青の種類が全然違います。こっちはね真夏の太陽にきらめいたすごく綺麗な海、海っていうのもなんかもうちょっと俯瞰で見た広い海、広大な海としての海という感じちょっと伝わりにくいな。これ若干ねグリーンっぽく見えるのでグリーンルスカも比較してみましょうか。グリーンルスカでございます。グリーンルスカめっちゃグリーンですよね。色ムラの雰囲気がかなり違います。ブルールスカは釉薬のムラ感っていうのが他のルスカの感じとはしっかり違いますね。濃いとこと薄いとこがなんかみずみずしい感じというか、グリーンルスカはかなり渋くて、こう裏とか見たらわかるんですけどなんかね擦れてとか酸化してとかなんかそういう感じで色ムラに変化が出てるような表情の変化の仕方が結構違いますよね。まあルスカではないと僕は言ったんですが、一応世間ではルスカと呼ばれてるルスカのベージュトゥントゥリの絵付けなしやろうと思ってるんですけども、このベージュのルスカですね、こんなん全然色ちゃいますね。いやーこれなかなか豪華な絵じゃないですかこれ
ブルールスカー、バルティックシー、グリーン、ベージュってなかなかね、これ揃って見れる絵じゃないと思いますけども、まあ、これはないにしたらなんかちょっと色のグラデーションって感じでね、綺麗だなと思いますよね。4つ比較してみると意外と計算されてこのカラーが作られたんじゃないかなと思いますね。なんか統一感ある感じしますよね。考えてテストを作られてたのかなと思いますね。今回購入しましたブルールスカ、このような感じの色味でございます。どうでしょうか。はい、というわけでブルールスカの色はいかがだったでしょうか。さっきちょっと手入れしてきたんですけども、やっぱりこの青色ね、めっちゃ綺麗ですね。うっとりしますね。洗い物しててちょっとうっとりしちゃう感じの青、これもうちょっと欲しいなとか思っちゃうぐらいね、すごいね引き込まれるような魅力がやっぱりあるかなと思います。しかもですね、まあ、今回ちょっと傷のあるものを買ったので使っていくことにそんなにためらいはないので、このブルールスカへの馴染みというかすごくいいですね。多分普通に食器棚に入れて使っていっちゃおうかなとか思ったりもしてます。一回買ったら沼にはまると思います。そんなブルールスカ、皆様もいかがでしょうか。それでは雨風でした。バイバーイ。